街中を練り歩く馬。胎内市で行われたシャングシャング馬です。蔵に装飾された鈴の音からその名が付けられました。モフモフでいいね。馬を農業に使っていた下赤谷地区、300年以上前からこの祭りを行い、五穀豊穣を願ってきました。一度は途絶えましたが、10年ほど前に松原正文さんが復活させました。実はここにいる馬、ほぼほぼ全部ですね、殺処分される馬。松原さんは競馬などで活躍した馬が引退した後に余生を過ごす養老牧場を運営し、殺処分される馬を一頭でも多く救おうと活動しています。そんな祭りには最大の見せ場が。こちらの神社、かつて馬頭観音と呼ばれ、古くから馬の安全を守ってきました。そんな神社で行われるのがこちらの急勾配の坂、馬の駆け上がりです。神社の境内にあるおよそ30メートルの坂を馬たちが一気に駆け上がります。それでもなかなか思うように登らない馬に、途中で止まってしまう馬も。みんなで声援を送ります。そして今日一番の歓声が上がったのが、元ジョッキーだった松原さん。迫力のある駆け上がりはまさに人馬一体。訪れた人たちは大きな拍手を送っていました。すごいっすね、こんな馬走れるってすごいね。初めて見ました。初めて見ました。こんななんかね、暴れん坊将軍の世界じゃないけど、すごいっすよね。生で見てるとやっぱ息遣い分かるでしょ。途中でほら止まったりした馬もいたけど、うん、でもね、こういうのを続けてほしいですよね。みんなの願いを込めて最後まで頑張りました。最後まで登り切った時どんな風に思いました？やりきったぞ。命の限り躍動する馬。松原さんは今後も祭りを続け、馬たちが活躍する場を作っていきたいと言います。やっぱり馬はやっぱり魅力があるのかなと。殺処分を助けて、また皆さんが一頭でも多く助けて、こういうお祭りができればいいのかなと。勇ましい馬の駆け上がり、集落に響く声援、伝統の祭りが春を告げていました。